馬力最強エース春町陸です。本日はですね、水ウーラオスを使っていきたいと思います。今回使っていく水ウーラなんですけど、研米神秘の雫型になっています。まあ、皆さんね、研米水ウーラの強さはねよくご存知だと思うんですけど、まあ、今回ね神秘の雫を採用することによって水流連打の火力もねパンチグローブより出ますし、まあ、さらにねアクアジェットのリーチも伸びるということでね、この研米神秘の雫ウーラの強さを何人か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へどうぞ。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが神海竜、オーガポン、ウーラオス、ガチグマ、ブリジラスト、どうしますかね。ブリードするかですね。まあ一旦オーガポンか、オーガポンじゃない、このヨザルからでいいかな。そうだね、このヨッショテ、裏神、アット1、ウーラオスとかでいいんじゃないかな。まあ、ちょっと相手の水ポンだるいんだけど、まあ神で割と有利取れると思うんで、これでいきますかね。うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発、ブリジラス。まあまあまあ悪くない対面。ああ、どうしようかな。まあ一旦投げつけるだけ打って、で、まあ、頑丈か、持久力かを見ましょう。さあ、ここは投げつける。相手の頑丈を剥がしつつ、麻痺の上振り狙っていきましょう。さあ、どっちでしょうか。ビリビリビリと。まあ、これでウーラとかね、神でも処理しやすくなるんで。あ、持久力の方か。あ、まあ、じゃあ打点ないはずだから。あ、はい。あ、はい。どうしようかな、これ捨てろまで巻いちゃうか。まあ、命がけでブリジラス処理しに行っちゃうからな。言うてね、このタイプのブリジラスって多分このヨザルに打点ないから、ここ捨てろからでいいんじゃないかな。相手も捨てろ巻きたいと思うし、こっちはステルスロックそんなに痛くないんで、ここは捨てろまで巻きに行きましょう。さあ、ここはステルスロック。相手も捨てろじゃないでしょうか。あ、動けないでかすぎなんですか、このゲームは。まあ、じゃあここは命がけ打っていきましょう。あー動けないなんですかこのゲームは。まあ、平等ということで、ステルスロックおい、カプレヒル入国してくれ今からでも。でここは命がけで、ちょっとここ動いてほしいな。引かれるとめんどくさいんだけどな。まあ、裏に命がけの負荷かかるのも悪くないし、まあまあまあ仮に引かれても耐えじゃないかな。オッケー、ここは命がけ通る。よしよし、ブリジラスをしっかりと突破、ナイス。まあ、これはまあいいんじゃないですか。こっちはステロ痛くない選出してるから、ここはステロの巻き合いでアドバンテージ取れてるはず。まあ、相手もね、裏ブリウーラとかだったら、ブリウーラじゃねえや、クマウーラとかね、神ウーラだったらあんまり痛くないんですけど、ここはね、羽ばたく神から入りましょう。で、なんかウーラとかカイルにテラス切らせて裏の一環作れたら一番いいかな。ちょっと相手が羽ばたく神から入ってきたらめんどくさいんですけど、水ポンとかでも悪くない。だここは羽ばたく神。相手オッケー、カイルはでかいですね。よし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 。まあ、じゃあここは甘えるから入っちゃいましょう。さあ、ステロが入る。なんか構築的にはスケショとかっぽいけど、どうなんでしょうか。さあ、ここは古代活性。まあ、じゃあね、ここは一旦甘えるから入りましょう。まあ、ちょっとエナジーじゃねえや、クリアチャームだけマジでごめんだけど、まあその場合はちょっとしょうがないでいいと思う。まあ、こういうね構築使う以上クリアチャーム回避は割り切っていった方がいいんで。さあ、相手はテラスを切ってくる。ちょ、電気と地面はやめてください。お願いします。ノーマル。鋼、青っけけ。これはスケショ海流ですね。よし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 。これはかなりいいよ。ここね、ウーラオスで起点にしていけそうなんで、かなりいい展開。さあ、ここは甘える。いやー、ラスイチが誰かね。アイアンヘッド、これはまだ耐えるはず。オッケーオッケー。偉すぎ、偉すぎ、マジで。どうしようかな。もう一甘えるするか。もう一甘えるでいいかな。まあ、リュウマイしてきそうだし、まあ、甘えちゃいましょう。まあ、ラス1、水ポン以外なら結構勝ってるんじゃないかな。さあ、甘える。ここは裏の、ウーラの起点にしていきましょう。相手はリュウマイ、構わない。まあ、カイリュウにアンコールある場合だけちょっとめんどくさいかな。あんまいないと思うんだけどね。リュウマイ、スケショ、アイヘまで確定で。アット1、地震か神速が一応多いとは思うんだよな。まあ、アンコールもいるけどね。ここは甘える。相手はアイアンヘッドを突破しに来る。まあ、じゃあここはウーラの研米の起点にしていきましょう。ここはウーラオスで、羽ばたく神はもう研米アクアジェットで縛れるんで、これはいいんじゃないでしょうか。ここは研米で、相手はスケショウ。オッケー、全然入んない。ここアンコールのケアできるならしようかな。水テラスアクアジェットでカイル飛びそうじゃない。どうだろう、ちょっとダメ研磨しますか。飛ぶならそっちのルートみたいな。よりね、アンコールのケアまでできそう。ダメ系回しますね。研磨いい。
オッケーオッケー、確定だね。余裕余裕だな。じゃあここは水テラアクアジェットで入るよ。上からしばきましょう。さあ相手は引っ込める。まあそれは全然よくて、あ、オーガポンか。なるほどね。まあまあまあ、どっちにしろオーガポンにアンコールがなかったらこれで勝ちだから、まあ、これはこれでいいんじゃないかな。まあ、ちょっとここね、ドンチ飛んでくる可能性も相手してあったから、まあ、オーガポン引きってかなりピーキーな策なんで、これは通されても仕方ない。さあ、アクアジェット、ここは貯水で回復されてしまう。まあ、オーガポン基本的に身代わりの方が採用率高いはずだから、水ポンはね。オッケー、ウドホー、これは耐える。今回ね、ウーラオスかなり HB に割いてるんで、ここは開始のドレインパンチでオーガポン突破。よし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 。で、これで結構勝ってるんじゃないかな。まあ、スケショ耐えるかどうかか、あとは。あ、てか、アクジェで倒せるか。アクジェで倒せるはず。そうだね。これアクジェで確定なんで、ここはアクアジェット大安定ですね。これは、神秘の雫水浦の良さが出てるんじゃないですか。さあ、ここはアクアジェット。あ、よいしょ。オッケー。カイリューを、このステロ込みで確定一発強すぎる、マジで。テラスキラスタカイリューにね。これでも神でやっぱカイルにテラス切らせた動きも非常に良かったですね。素晴らしい。はい、対戦ありがとうございました。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーがボルトロス、ガチグマ、ゾロアーク、ウーラオス、この世ザル、羽ばたく神と、どうしますかね。この世の処理だけどうするかっていうのと、まあ、デンテラパオから入っちゃうか、一旦ガチグマにしようかな。そうだね、ガチグマ初手、裏神、あっと1、裏、これでいいんじゃないかな。うん、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、相手の先発この世ザル、うん、まあ全然悪くない対面。まあじゃあブラッドムーンから入りましょうか。一旦ブラムで、まあ、削っておきたいんで。草結び、何その面白技。え、これ、おお、いい技なんか持ってんな。ここはブラッドムーン、いい火力、タスキか。はいはいはい、え、面白いな。え、ああ、ゾロアークか。この世ザル草結びないか。まあ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 、で裏この世もいると。この世先発じゃないんだ。ここは大地で切っちゃおうかな。そうだね、ガチグマ切りで草結び全然構わない。面白いね。どうしようかな、神で起点にしに行くか、まあ、影打ちだるいし普通に倒しに行っちゃうか迷いますね。まあ、一旦神から入りましょうか。神から入って、うん、まあ、ドレキで突破しちゃおっかな。そうだね。ちょっと瞑想、影打ちが痛いんでね、ゾロワークの。うん。まあ、ちょっとここは、ドレキで行きましょう。オッケー。まあ、影打ちなかったらなかったで、ね。まあ、そんな損もないんで、この動きでいいはず。まあ、裏、負けん気この世ザル以外だったら、まあ、結構悪くない展開じゃないかな。さあ、裏から来るのは、この世ザル。負けん気だけ困るけど、まあ、ちょっとさすがに甘えるから入ります。あんまいないと思う。やる気かね、精神力が多いから。ここは甘えていきましょう。これね、テラス切らせることによって、ウーラの一貫もできやすくなるんで悪くない展開。毒テラスか。はいはいはい。負けん気じゃないと嬉しいな。さあ、ここは甘えて、どうでしょうか。負けん気か。まあ、しょうがないな。これは。ほぼいないからね。じゃあ、ここはちょっとウーラの起点にしていこうかな。そうだね。テラス切らせられたんで、こう、フンドの火力上げるのが一番良くないから、ここちょっとウーラオス出します。さあ、ここはウーラオス展開。で、ウーラオスのアクジェレ裏まで貫けたらいいんじゃないかな。最低はフンコブ。じゃあ、ここは剣舞打っていきましょう。上取れてると嬉しいけど、どうだろう。オッケーオッケー、上取ってる、ナイス。ちょっとダメ系回しましょうか。水流連打で、縛れてるかどうか。オッケー、挑発ね。あ、まあ、じゃあ水流連打一択か。そうだね。ここ水テラス水流まで切って良さそう。ここは水テラス水流連打で。で、これ裏の神まで縛れてるんで、ここはテラス切っていきましょう。さすがに倒しきれると思うけどな、お盆とかでも。さあ、ここは水テラス切っていきましょう。馬力が最強の水テラ神秘の雫水流連打ね。さあ、ここは水テラス。さあ、水流連打。あ、よいしょ。水よ、お盆。お盆でも余裕だな。オッケーオッケー。これやっぱ雫の良さだよな、この馬力。圧倒的なパワーあるから。うーわ。2発で倒してったんだけど。やばすぎ。最強すぎ。よしよしよし。さあ、相手のラストは、
ガチグマ、オッケー、これは勝ってますね。これは相手はもうテラス切ってるんで水流連打安定ですね。さあ水流連打でガチグマ貫いて勝ちですね。おお一発強すぎー裏エグいいです。これは神秘の雫ウーラオスの馬力が出ましたね。神でテラス切らす動きも良かったですね。素晴らしい。はい、対戦ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしく。はい、じゃあやっていきましょう。相手のパーティーが神月、海竜、ガモス、パオジアン、ウーラオスと、どうしますかね。はい、一旦ブリから入って神プラス、まあ、ウーラとかになるかな。ウーラかウーラか、まあウーラか、これでいきますかね。これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発羽ばたく神、まあ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 、可もなく不可もなくぐらいでしょうか。オッケー、メガネですかね。あ、好きだとちょっと困るけどね。まあここはミラーコート打っていきましょう。交代されたら交代されたら全然構わないんで、スキムーボー以外ならいいかな。挑発、いい技お持ち、好きっぽいね。これ困るね。ちょ、このままミラコ連打します。レンジ波困るね。いや、どうしよっかな。それ普通にやばいな。ちょ、このままミラコ連打しますね。剥がれ技切るとこれがあるからね。当たり目 OK。 ちょ、このターンだけ動いてほしい、マジで頼むわ。はい、ナイス、オッケー。まあ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 、たすきですけど、これは耐えですね。危ない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 。あー、これ裏ガモツとか海竜いそうですね。まあ適当にステロでも打っときますか。ないと思うけど、神交代してきたらアド取れるんで。あ、相手挑発。あ、なるほど、残したいってことね。ブリジラス残せないけどね、何も打点ないから。ここは一応流星群、裏引きの可能性がゼロじゃないんで。相手はムーンフォースでこっちのブリジラス突破してくる、まあ、これはこれでね、あのブリが起点にならないんで全然 OK ですね。じゃ、ここは神出していきましょう。いや、裏誰だろうな。ガモスいるとちょっとめんどくさいよな。なんかウラオスがね、今回パングロではないんで、やけどのね、あの炎の体の思考回数を引いてしまうんで、まあ、ちょいめんどいけど、ここはムーンフォで、まあ、一貫もあるし内力でしょう。ムーンフォース、 OK、 相手の羽ばたく神は突破。まあウラオスのね、悪事でも縛れてたから、まあ、交代されても大丈夫だったんですけど。相手の裏から来るのはウーラオス。なるほど。まあ、自白から入っちゃおうかな。そうだね。どうせ水流打ってくるから、まあ、一旦電磁波打ち録みたいな。まあ、電磁波入れて、ビリビリビリと。で、まあ、上振れたらラッキーぐらいでいいんじゃないか。てか、相手テラス切ってこないんだ。すごいな、テラス切ってこないの。まあ、まだ耐えるでしょう。あ、耐えるよね。多分耐えそう。おお、神、まあ、これは悪事あるかどうか見れたら、まあまあ、あの麻痺の思考回数も稼げるしね。ここはムーンフォーで。アクアジェットある。あ、オッケーオッケー、全然いい、全然いい。タスキとかなんかな、これ。あ、タスキ羽ばたく神だったもんな。すごいな、神対面。まあ、直帰とかあるか。はいはいはい。さあ、裏出していきましょう。ここはね、もう悠々と、悠々と剣舞を積みます。まあ、麻痺入れられてるんで、まあ、若干こっちが有利取れるはず。さあ、剣舞いい。まあ、インファイトとか打ってきたら、まあ、普通にドンチで回復すればいいしね。相手はドンチー、オッケー、いい。70か。アングロとかかな。ちょっとダメ系回しますか。いや、意地かな。陽気パンチグローブとかかな、これ。もう一剣舞するかどうかだな。もう一剣舞だな。剣舞いい。ちょっと麻痺ってくれると嬉しいけどな。オッケー、オッケー、よしよしよし。まあ、これは試行回数で稼いでるんでね。さあ、2枚詰めたんで、ここはドンチで回復しつつ殴っていきましょう。さあ、ドンチー、うい。オッケー、ウーラオス突破、ナイス。いいですね、ここはしっかり神で起点作って、まあ、ウーラでね、剣舞詰めましたね、素晴らしい。よし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 。相手のラスト次第ですけど、割かし有利取れてるんじゃないかな。相手のラストは海竜。あー、5つ目じゃなかったらいけそうかな。ここは水テラス水流連打でいきます。最大打点で殴っていきましょう。ここは神秘の雫の馬力が生きると嬉しいんですが、どうでしょうか。相手がスケショの場合はもう勝ってるかな。アクジェ、あ、まあ、神速持ち以外は勝ちか。あ、てか、スケショだったらエースだから貫けるんじゃないかな。さあ、水テラス。お爪だけ困るかな。オッケー、龍舞はさすがに無理じゃね。スケショ海流ですかね。さあ、水流連打。あ、よいしょ。水よ。
ハングロより火力出るからね。やば。オッケー。まあ、これね、万が一、なんか HEA とかのやつでもね、まあ、しっかりアクアジェットで、まあ、さらにね、追撃できるんで、これはどっちにしろ勝ってますね。素晴らしい。はい、対戦ありがとうございました。いや、マジでウーラオス強かったわ。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このウーラオスの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。まあ、やっぱね、この神秘の雫を持たせることによって、水流連打の火力の高さ、プラスね、このアクアジェットのリーチの長さ、まあ、どちらもね、非常に強力だったなと感じました。本当にね、この水ウーラ、めちゃくちゃ強かったので、ぜひね、使ってみていただけたらなということで、本日のネタルパーティーがこちらになります。まあ、なんかイメージ的にはね、初手ブリジラスでステロ巻きつつ、対面殴り合って、神で起点作って、ラストウーラオスで締めていくっていう構築になっています。いや本当にね、この水ウーラオスアクアジェットのねリーチの長さを中心にねめちゃくちゃ強かったので、ぜひねチャンネル登録高評価下部でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録高評価コメント、またね概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひねメンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。